ニジェールの大統領は、ニジェール共和国の国家元首たる大統領である。軍事政権の時代が長く、大統領ではなく、軍事政権のトップが国家元首となる場合も多い。国民の直接選挙により選出され、任期は5年。参戦は禁止されている。1999年制定の現行憲法は、反大統領制を採用しており、行政権は、 大統領と首相によって分割されている。大統領は首相及び閣僚の任命、国軍の最高指揮権、非常事態宣言の発令権を持ち、首相との協議の上で憲法裁判所及び最高裁判所長官を任命することもできる。国際条約を批准する権限も持つが、防衛協定や平和条約及び国際機関と関係する協定が国内法の改定や、 財政上の責務を負うものである場合は、司法判断に基づき批准される。2009年に採択され2012年に施行される予定だった新憲法では、反大統領制から完全な大統領制へと移行し、上記の大統領権限が強化されるはずであった。しかし2010年の軍事クーデターで政権を掌握した軍事政権により、反大統領制を維持する、 憲法案が改めて採択され、2010年11月の国民投票で可決された。ニジェールバックスコンスティチューション2エンドジュンタルール。BBC ニュース、BBC、https、www.bbc.com ニュース、ワールドアフリカ -1168 万45472020年11月25日閲覧。 ABC クーデターにより辞任、クーデターにより暗殺、ありがとうございます。